はい、今回のですね、スタート地点はですね、昔の、あ、今も天保山橋ですけど、昔、からある天保山橋ですね、ここですね。こっからどう行こうかな。あ、左に行こうか。今日はですね、6月の23日。時刻は2時26分。ちょっと待ってくださいね。あ、いや、あの、ガソリンのね、あの、メーターを調べ、メーターっていうあの、あれを調べたんです。ちょっとね、あの、カメラ情報を言いますけど、今日はですね、GoPro 10と、それからアクション2っていう、カメラをですね、2台回してるんですよ。で、メインは、あの、GoPro 10ですけど、GoPro 9がですね、あの、もう今ですね、全然起きてこないんですよ。まあね、あの、鹿山っていう、昔はほら、鹿山、角火山って言ってたですけど、鹿山っていうのは、ん？どうしたんだろう。あれですね、ガス欠か何回になったんですかね。またちょうどのところで、はい、右行きますからね。 あれで、昔はあの社会科で、桜島みたいなのが、角火山で、それから何ですかね、その頃の何家、まあ要するに長いこと噴火してないのが、鹿山とか習ったけど、今は鹿山っていうのがなくて、もう何百年かに一回また爆発するかもしれないっていうような風になったと思うんですけど、だからあの GoPro 9も完璧に、死んだわけじゃなくて、またね、いつかね目を覚ますかもしれない。でも今のところはですね、あの、何をしてもね、ダメです。はい、もう私はね、結構試行錯誤しますけどもね、ダメでしたがよ、今のところね。で、別動画でも言ったんだけど、もし GoPro 10がこの動かなくなった時の次のカメラをどれをしようかということで、アクション2を回してるんですけど、これね、今26分間回してますけども、まだ、あの、熱くはなってますけど、クーラーをね、ガンガン効かせてるんですよ。だから、あれは、止まってはいません。止まってはいないけど、画面が暗いんですよね。これをね、パソコンで、明るさを調整して使えたら使うけど、無理かな。やっぱりあれですよ、あの、この車載カメラ自体がね、あの、あのドライブ動画の時にね、あの、あれ、ドライブ動画の、ここ左行きますね。ああいうの忘れちゃった。すいません。今のところはね、中央省もあったんだけどね、わからないでしょう。ここが中央省っていうのがね。だからね、歩き取りをします。中央省とかそういう警察関係はね。あれですね、今のほら、アスファルトの濡れ具合から、あれすると、なんか、本格的な雨がバーって降ったような感じですね、この辺りね。どうしようか。どうしようかっていうのはですね、天気が良くなったら、吉野方面に行こうかなと思ったんですけど、ちょっとね、2時ぐらいから晴れるってなってたんですけどもね。まああれ、
市内スラロームをしましょうか、しばらくの間ね。でもしあれだったらまた明日あれしましょうかね。はい、話題を変えます。ですね、今度はね、音痴の話、音痴ですよ、音痴。音痴を直すための一つのそのプロセスの一つとしてですよ、喉飴を舐めたりですよ、それからなんけ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今ね、右のガラス窓をねちょっと開けました。今までちょっとずっと閉めてましたからね、今日はほら、あっちこっちに寄ったんですよ、3箇所ぐらい。だからその度にね、この、運転席側のこのガラスをね上げ下げしてたんですけどもね、もう上げたままにしよったのを忘れてましたがよ。あ、それでですね、はい、音痴話。それでナノバブルシャワー水を飲んだりですよ、鼻うがいをしたり、それから龍角散のど飴、あれを舐めたりしてたんですけど、昨日一昨日が21日ですね、講習者、いや講習者じゃない、高齢者講習っていう免許切り替えの前に、75歳かなか70歳になると受けなければいけないあれがあるんですよ。ほんでまあそれにはねパスしたんですけどもね。ほんでその時ですよ、路上運転をする前に、ふっとですね、龍角散っていう単語がポツンと浮かんできたんです。龍角散っていう感じでこうあれしてて、ああ喉飴かって。で車の中に入れてましたからね。ほんで龍角散を溶いていこうかい、その喉飴をですねと思ったんだけど、ほらいつ私は路上は2番目だったですからね、呼びに来るかわからんちことで思ってたら、あれ出して、あそうかと思ったのがですね、龍角散のど飴を舐めて、ほんでそれで喉の調子がいいんだったら、のど飴じゃなくて龍角散そのものを舐めればいいんじゃないけっていうごく単純なですねところに気づいてですよ。ほんでその日の帰りにコスモスによってですね、龍角散のいくらけ、一番ちっちゃいのが670円ぐらいだったかも。でそれを、買って、今日で2日目か。ほんで、1日にまあ何回でも舐めてもいいって書いてあったけど、まあその計算をしてですね、舐めてるわけじゃないんですけども、まあ5回ぐらい舐めてんのかな。そしたらですね、やっぱりいいですよ、あれ。生薬っていうんですかね、歴史のある薬っていうんですか、あれは。ほんであれしたら自分の喉がですね、柔らかくなったのが分かりますが。ほんで、あ、だけどね、音痴はまだ治ってない。音痴は治ってないけど、喉のですね、意外が感がなくなったんですよ。それで、今もそうですけど、自分のですね、声帯っていうんですかね、そこにね、なんかね、セロハンみたいなやつがですね、こう張り付いてるような気がして今もしてるんですけど、してるんですよ。だからまあ昔からの友達が、お前の声はもうちょっとキンキン声やったぞっていうやつの中に、やっぱりその部分も入ってるのかも。要するに透き通った声じゃないんですよ。
透き通った公園じゃないんだけど、ちょっとやっぱりね、濁った声がする、あの声なんですよ。だからね、これがね、2日目でですよ、2日目でね、10% ぐらい取れたかも。声が、自分の声がですね、高くなってるのがですね、もう分かりますもん。それ、だからこの、龍角散のそのあの、アルミに入ったやつですよ。あれをね、一応全部飲んでみて、それからですね、耳鼻科に行こうかと思うんですよ。やっぱりね、根源から治すにはね、やっぱり耳鼻科だと思います。ちょっと待ってくださいね。やっぱりね、いくらね、その、龍角散がですよ、その、咳、声、喉に、朝だめですね。ちょっと左行きますよ。要するには龍角散、昔5本といえば龍角散だったけど、まあだからただその喉にいいっていう、そこだけで自分は勝ったわけですけども、いいかも、この喉のですね、具合、ひょっとすればね、一つの要するに音痴にをより悪質にしていた、より悪質にって言ってどういうけ、より重度の音痴になってたんだけども、どう言えばいいけ、私楽器とかそういうあれは分からんけど、ほら吹奏楽の時にクラリネットとかなんとかっていう時に口元にピースって言うんですかね、草笛、昔竹を切ってこう斜めに切ってですよ、でそこに笹の葉っぱを差し込んでふーって吹くとビーって言ってたんですけど、私の声にはもともとそのビーっていうその音は含まれてなかったのが取れると、ひょっとすればね、私のリスナーの方にのに絶対音感の多分持ち主ですよ、その方がもうその直さなくてもいいって言われますけども、実際もあれです、私は治らなくてもいいと思ってるんですけども、やっぱりね、治したいですよ。今日はまっすぐ行きますからね。ほらここ右、前なんかホテルがあったところのあれじゃないですかね、がもう壊すところは見えないけれども、確かここだったですよね。どう行こう、ここはこのまっすぐ行きましょうかね。なんかね、私の音痴はね、なんかねコマーシャルに使えるぐらいの音痴だって言われますから、なんかそのね、あれは分かるような気がする。どういうんですかね、私だ前も言ったけど、自分たちの6年2組に音痴がいましたから、いい意味の音痴ですね。本当彼がいるおかげでですね、なんかすごく私なんかの学級はこう和んだんですよ。ですからね、その彼がですね、ここ右行きますからね、いくつの時かな、50何歳、55ぐらいでクラスだけの同窓会したことがあったんですよ。最初のね、53やったかもしれん、ひょっとすれば。その時ね、60人ぐらい私なんかのクラスいたんですけど、6年2組はですね、20何人集まったんですよ。
それでその時に、やっぱりほら小学校の思い出っていう中にやっぱりそのね彼のね音痴っていうねあれですよ。昔はだけどね音痴音痴っていうのはねいじめみたいなのはなかったですからね。みんなクスって笑うわけでクスクスって「ほら来たよ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 」って、ほんで先生もほらいじめるような形じゃなかったですからね。ほんで「はい誰々君」って言うと彼が歌うわけですよ。ほんたら普通はそこで終わるでしょう。そこで終わるんだけど、でもねその後ですね、私なんかのね彼のそのいわゆる音痴の次の名簿順のですねところにですね、また頭のいいいわゆる級長さんがいたんですよ。彼がね引っ張られるわけですよ、その音程に。もうそれは強力なんですから。ほんで先生もほらじゃあもうちょっとその前のその音痴の人ですよ、ちょっとゆっくりしてそんなに力まなくてもいいんだよみたいなことを言うから、他の人よりもちょっと時間が長くかかるわけです。そのためにその級長さんはですよ、クラスの人はですよ、自分の頭の中ではポーポーポーハートポーポー豆が欲しいかソーラやるぞっていうふうにこう頭の中で言ってるのに、前の方ではポーポーポーみたいな、まあこんなじゃないんですよ。それはね芸術的真似ができない、というこの私もそのリスナーの方から見ると真似ができないっていうあれなんですけどもね、まあだからね、さっきのその男、その音痴だった男がね、ちょっとね上手になってたんですよ。ほんでその日に、その日だったか次の同窓会の時だったか、ごめん歌を取ってくれって言ったらですね、田原星現場を歌うわけですよ。ほんでそれがねいわゆる昔の何ですかね、素直なね田原星現場じゃなくてですね、強制したね面白くない田原節現場になるわけですよね。だから多分社会人になってからまあ音痴はある意味ね才能だと思うんですよ私は。ほんでそれをみんながやんややんやって言ってですよ、だったら田原節現場で言って何ですかね江戸の夜風景なんかをタン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 とこういうセリフがありますでしょう。あそこまでこうリクエストしたみたいでですね、ほんでまあ彼としてもそういう気はなかったかもしれないけど、そうだ、彼はほらもともとの音痴だから自分がどの程度の、音痴かわからないわけだけど、一つの音楽はずっとやると少しやっぱり上手くなってくるいくわけでしょう。ですからね私は言いましたよ、がっかりしたぞって本当にがっかりなんですよ。もう昔はねあざけり笑いじゃないですよ、あざけり笑いじゃなくてですね幸せな感じだったんですよ。なんかその彼自体がわーってしたような感じだったですからね、それとですねその音痴がね結びつかないような結びついたような感じだったんですけどね、結局何を言いたいかというと私はね直したいんですよ、本当直したい、だから私にですね音痴のままでいてくれっていう人の、あれをね裏切るみたいですけどねと言いながら立派な音痴やかもしれんしですね、でも分かりません。だからさっき言ったみたいに音痴でもいいし治ってもいいし治らなくてもいいっていうのは、一旦音痴になっても治そうと思ったら治るんだよっ
ていう方でもいいし、あのねって世の中にはね、いくら努力してもね、どうしようもないこともあるの。その時はね、それはねもうね、それが自分のその人生の最も一番重要な部分、できないっていうことも一つの才能なんだよっていうのをですね、ちょっと待ってくださいよ、あらもう20分やねっていう見本になってもいいなと思ってですね、はい、ということですね、この動画は7、8になりましたけどね、この辺りでお開きです。ありがとうございました。